マイケル・トーマス・コンフォートは、アメリカ合衆国ワシントン州、ウッディンビル出身のプロ野球選手。ウッ左ィ m ビル出身のプロ野球選手。のニューヨーク・メッツ所属。ニックネームは、スクーター、スクーター。母は1984年ロサンゼルスオリンピックのアーティスティックスイミング金メダリストのトレイジー・ルイーズ。2014年の MLB ドラフトで、ニューヨーク・メッツから一巡目指名され、プロ入り。 この年は、参加の A-9 ブルックリンサイクロンズでプロデビューし、42試合に出場して打率、331.3本類が19打点、3盗塁の成績を残した。2015年は、開幕を A 級セントルーシーメッツで迎え、AA 級ビンガムトンメッツでもプレー。7月12日に行われたオールスターフューチャーズゲームにも選出され、8番、 左翼手で先発出場して2打数に安打、守備では補殺1を記録した。7月24日にメジャー初昇格を果たし、25人枠入りした。同日のロサンゼルスドジャース戦にて7番左翼手で先発出場し、3打数無安打も打点1を記録した。翌25日の同カードではメジャー初安打を含む4安打を放ち、 チームの15から2での対象に貢献した。8月3日のマイアミ・マーリンズ戦では、トム・コーラーからメジャー初本塁打を放った。メジャー昇格後は、レフトのレギュラーに定着し、56試合に出場。打率270.9本塁打、26打点という成績をマークした。2016年は、開幕からレフトのレギュラーに据えられ、 4月終了時点で打率365.4本類が18打点と活躍していた。しかし以降は徐々に調子を崩し始めそのまま上向かず最終的に109試合に出場したが打率220.12本類が42打点に終わった。広角に長打を飛ばすパワーヒッター。大学最終学年時に出塁率504を記録するなど選球眼が良い。 ありがとうございます。